ただすれ違うだけだった。クラスメイトに会いたい。退屈で仕方なかったあの毎日をこんなにも今こんなにも愛しく思う。手をつないだり肩を組んだり自転車並べて走ったり、そんなもんを夢見る時が来るなんて笑っちゃうよな。腐るほどあったものたちが宝石ずらしてこっちを見てる。キャベチコクだって飛び起きてどこにだよって独り言。暗い色で塗りつぶしてた風景がバカみたいに輝いて見えるよ。自分にとってさほど大事じゃなかったものたち、でもその全てが僕を作ってくれていたんだね。バカみたいな毎日が、あのくだらない毎日が、もう一度戻ってくるのなら今度こそ、今度こそは大切にしたいんだ。って言葉に涙が出るような時が来るなんて思わないよな。誰にも会わないことで自分が自分以外の全部のおかげで作られていたんだって、できればそうやって生きて行け。